うわっく。皆さんこんばんは、東海出身マジックプリンスの大城光です。ということで始まりました、メディアスFM褒めラジプラス。愛知県東海市にあるコミュニティFM ラジオ局メディアスFM で毎週日曜日の午後7時から放送している番組、大城光のホームレディオ、略して褒めラジの YouTube 連動企画としてお送りする動画でございます。この動画は褒めラジの放送直後にアップされている動画なのでね、皆さんラジオを聞いた後に見てくれていると思うんですけども、やっぱりね、今回目標というテーマで募集したらすごいメッセージが来まして、中には褒めラジプラス宛てにも来ているということで、おこぼれお便り、あ、先に言っちゃった。続いてはおこぼれお便りプラス。タイトル言う前にやっちゃってるよ、おこぼれお便りプラスを。さっき話したんですけど、めちゃくちゃ来たんで、おこぼれお便りを紹介するよというコーナーでございます。言っちゃってるじゃん。1つ目、ラジオネーム三日坊主は卒業します。もう目標みたいなメッセージラジオネームが目標みたいになってる。メッセージの目標の内容、水を飲むこと。私の目標は水を飲むことです。水を飲むと健康や美容、いろんなことにいいのはよく分かってるのですが、水は味がないので、どうしても思い返せば親も姉も薬を飲むとき以外に水を飲んでるのを見たことない。家庭環境があるのかな。確かに俺はよく飲むの、水を。で、なんかこの花粉の薬が鼻水を抑える薬でもあるから、喉がめっちゃ乾くと。でライブとかもそういうとき多分みんな見てるから、ライブ中めっちゃ水飲む。なんか健康に良くなるために水を飲んでるのか、健康じゃないから薬飲んで水を飲んでるわけだからなんかいい循環かなとは思うけどね、ただね、そのおかげで2リットル以上は水飲んでるから、多分2リットル飲んだらいいっていうよね、水。なんか1日に意外にデトックス効果あんのかな、老廃物が出て。それで健康なのかな。結構偏食というか、暴飲暴食だったりとかね、胃に負担をかけてるとは思うんですけど、なぜか水は結局飲む方がいいのかもしれない、そう思うと。水頑張って飲んでください。続いてリクペンさん、これ褒めラジプラス宛てに来たんですけども、前回サイコロを振ってね、ゾロ目を揃えるというあれで、まあ久々に泣きの1回が出たわけですよ。そしたら褒めラジプラス宛てのそのツイッターの方とかでも泣きの1回がもうやっと出たとかね最近なかっただけに、リクペンさんというこのメッセージくれた方も、もはや愛おしい泣きの1回、これで出したというのが、ね、あって、ただリハで揃うあたりが、俺リハでこういう感じで揃えちゃうんです、あ、揃いますよって言って試しに振ったやつで揃っちゃったんですよ。でこの奇跡が本番で起きないっていう、リハで揃えて本番で起きないあたりが親しみのあるスターですねというで、大阪のゆみこさん、そしてこのリクペンさん、これサイコロ3つが揃う瞬間って確率が36分の1だったんですって。で結局俺2回やってるから凡人じゃんみたいな話したら、数数えてくれてて、1回目60秒で21回振ってた、2回目39秒、15回目でポーンと出た。ということは36分の1をに近いとかじゃなくて、36分の1を出してる、表通りってことだね。だから逆にすごいんじゃねえかって、それぐらいの、やっぱり36分の1ぐらいなんだじゃなくて、36分の1で出すあたり、だからまさに逆に100点なんじゃねえかっていう意見もありましたね。皆さんからもね、本当にお褒めの言葉いっぱいいただいてるんで、そのおかげで褒めダルが19個溜まっておりまして、今回のチャレンジで成功した20個目、果たしてどんなチャレンジをするのかということで、この企画もいきたいなと思います。大城ゆかりの褒められたい。ちょっと続けてにはなっちゃったんですけども、このコーナー、さっきのサイコロの話もそうですけども、1分間に僕がいろんなことを頑張っていくワンミニッツショーという企画がありまして、そちら頑張っていきますので、皆さんに褒めていただきたいなという企画でございまして、今みたいに皆さんが褒めてくれたわけですよ。36分の1普通なんですけども、それをまあスターだと言ってくれた、
皆さんが褒めてくれたということで、今回やるチャレンジなんですけども、あと1個で20個、まあ何かご褒美がいただけますということで、今回、なんと、過去の自分を超えろ、リベンジチャレンジ！さあ、今回やるチャレンジ、こちらでございます。ジェンガを、まあ積み上げるチャレンジなんですけども、これ実は過去にやったことがありまして、失敗してるんですね、この企画。で、なんと話によると、僕がこの褒めラジプラスのこのワンミニッツショーっていう企画をやって、初めてミスをしてしまった企画、失敗してしまった企画がこれだったんですね。で、今回はやっぱ20個メダルを獲得する瞬間というのは、過去の自分を超えてからこそではないのかということで、このエモい企画ができた、出来上がってるわけです。で、やっぱりあの前回と一緒で今回も10個抜いて積み上げて、積み上げて積み上げてっていうのを10個できたらクリア。で、前回は8個で失敗してると。時間が来て失敗してる。ギネス記録は32個って言ってるからね。で、なんかちょっとあんまり俺覚えてなかったんだけど、10個いけるやんっていう。ギネス記録は32で。半分とかじゃないからね。もう3分の1以下の10個。できないもんかね。6秒に1個だよ。って、多分前の動画でも言ってたんだろうね。同じこと。6秒に1個だよ。って言ってミスってんだろうね。再放送みたいになってるわけだ、今。よーし、記念すべき20個目。今日、撮ります。それでは、1分間、過去の自分を超えるリベンジチャレンジ。よーい、スタート！いけ！いけ！よし。あれ、これってなんか、片手じゃないといいなあったな。あ、なんか、たまたま抜くやつが、なんか、調子いいやつだ。こっちばっか抜いてってもあれなのか、ダメなのか。うわ、なんか俺攻めてないか、ジェンガを。やばいやばいやばい。30秒。俺絶対さ、自分からやばいとこ引いてるわ。よし、どれ。40秒。は？え、抜けない。え、抜けない。50秒。え、抜けなくなってる。なんで。終了。抜けないよ。絶対ここが原因だよね。みんなとやっててこの攻め方はさ、ファインプレーなんだけど、一人でいいのにさ、なんでこの攻め方したんだろうね。で、積み上げたもの、1、2、3、4、5、6、7、8。ということで、今回の記録、いや、今回の記録も8個。チャレンジ失敗。なんか記憶が全部蘇ってきた。え、これ前の動画だと、前の動画みたいになってない。前の動画と同じことになってない。ちょっと、ただ俺ちょっとごめんなさい、あの頃は失敗したら終わりみたいな、多分俺もまだまだね、あの新入社員ぐらいの時でした。大丈夫、もう3年やってますから。泣きのもう一回というね、プランがあるとお聞きしましてね、泣きのもう一回やりたいです。いいですか。これはもう原因が分かりましたから、ここっていうのちょっとセッティングし直してもう一回やりましょう。さあ、ということで泣きの一回やっていきたいと思います。果たして過去の自分を超えたと言っていいのか、ちょっと置いといて。それでは泣きのもう一回、1分間用意スタート。これ下からやっぱ取るからダメなんだよね。これ真ん中とかをほら取っちゃう。
重心があんまり、あ、やべやべやべ、あ、やべやべ、あ、なに？急に抜けなくなるんだよな。急に、え、急に何も抜けないんだ。あ、ちょっと真ん中とか行くか。30秒。ほらほら、え、この企画で真ん中から取るやついんの？いける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 。40秒。うわっ、くっ、50秒。抜けないんだよ。終了。あああと1個だったんじゃない今。9個は抜いたと思うんだよ。あれピタってなったからジェンガが。6個はないと思う。過去の自分は超えられないどころか崩れ落ちてますということでチャレンジ失敗。また20個はお預けですね。ちょっとまた次過去の自分を超えれるもんで頑張りたいと思います。以上、大塩ひかるの褒められたいでした。メディアスFM褒められプラス、そろそろエンディングのお時間となりましたが、こいつなぁ、でも超えられないもんだね。やっぱあのミス1回目だからね、ミスった回、いやもう同じようにやっぱミス、同じところでミスるってことは相当やっぱここが限界値だったんだろうな。2回目は9個ぐらいかな、多分あの泣きの1回は数えてないですけど、いやちょっとね、20個壁は高そうですね。褒メダルの20個は次回もね、次回また失敗したのってことは難しいんだろうな、きっと難しいやつの部類なんだろうな。ちょっとぜひ皆さんジェンガやってみてください。あの10個抜けると思った人、意外に無理なんですよね。急にガチガチになるんだよな。あとこのジェンガっていうゲームは面白いこれを考えてると天才だと思います、ということでね、あのラジオの方はあの本当に成長してねあの過去の自分を超えながらお届けして、あのありがたいことに、4年目、3周年を迎えて4年目を迎えてますので、ぜひ皆さんにはね、またどんどんメッセージを送ってあの参加していただきたいなと思います。ラジオの褒めラジ、お便りメールお待ちしております。次回のホームトピックスのテーマ、おすすめパンで募集しております。それ以外のことでもどしどしメッセージをお寄せください。メールはメディアス FM のホームページのメッセージをクリックしてお送りください。そしてツイッターからもメッセージ募集しております。ハッシュタグおすすめパン、カタカナで褒めラジをつけてツイートしてください。最後にお知らせでございます。僕大塩ひかる、そしてマジックプリンス、あの5月5日にですね、静岡でライブのフェスがあるんですけども、そちらにね、あのメインアクト、マジックプリンス、オープニングアクト、大塩ひかるという、このすごくね、マジプリ尽くしのライブありますんで、詳しい情報などをね、SNS だったり、僕たちのホームページからチェックしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてこの動画の感想も、ハッシュタグメディアス FM、褒めラジプラスとかをつけて、つぶやいていただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします。ということで、メディアス FM の褒めラジプラス、そろそろお別れということで、また恒例のね、じゃんけんやっていきたいなと思います。以上、東海出身マジックプリンスの大塩ひかるでした。それではいきます。大塩はグー、じゃんけんパン大塩といえば最初はグーになったグー。過去の自分を超える気はねえぜ。じゃあね